こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日はどんなヤバい奴を紹介してくれるの？女性の人権を無視した犯行を行い、10回も逮捕された人物についてはどうだ？すごい数だね。被害者数も相当なもので、わけがわからない犯行動機を聞くと、かなりイライラすると思うぜ。マリサがそこまで言うなんて、一体何をしたのか気になる。詳しく教えてよ。それなら今回は、元リクルート社員強姦事件と、犯人である、丸田圭司郎について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。今回紹介する事件の犯人、丸田圭司郎が最初に逮捕されたのは、2020年の11月12日なんだぜ。どうして逮捕されたの？まず彼は、2020年6月27日の夜、知人の家でホームパーティーをしていたんだ。そこで知り合った女性に睡眠薬を入れた酒を飲ませ、自宅に連れ込み性的暴行を行ったんだぜ。最低なことしてるね。許されないことだな。事件はどうやって発覚したの？まず被害に遭った女性が目を覚ました時、舌が真っ青になっていただけじゃなく、下着以外を着用していなかったり寝る前の記憶がないことに違和感を感じ、被害届を提出したんだ。そして睡眠薬の成分が女性の体から検出され、丸田は逮捕されることになったんだぜ。ちゃんと逮捕されてよかった。この逮捕で丸田のスマートフォンは押収されたんだが、そこには昏睡状態の女性の写真や動画が大量に保存されていたんだ。他にも被害者がいたんだ。何人くらいの動画が保存されてたの？約40人だぜ。そんなに？異常な数だよな。そのため他にも被害者がいることが判明し、捜査が進んだんだ。今度は何が判明したの？丸田は社会人と就活生が情報交換できるアプリを使い、そこで知り合った女子学生を資料作成を手伝う、という名目で誘い出し、1件目と同じ手口で性的暴行を加えていたことが判明したんだぜ。これが2度目の逮捕だな。本当にひどすぎるよ。就活生の心理を利用した、悪質すぎる手口だぜ。丸田は10回も逮捕されたんだよね。まさか全部同じような犯行なの？そのまさかだな。複数の10代から30代の女性に対し、数年かけて似たような手口で性的暴行をしていたことが判明して、合わせて10回逮捕されることになるんだ。でもスマートフォンには、40人の写真があったんだよね。もっと逮捕されなかったのかな？詳細がわからず、逮捕に踏み切れなかった犯行が多いと考えられるぜ。考えてみたら、写真や動画だけだと被害者が誰かもわからないよね。それなのに10回も逮捕できたのがすごく感じてきたよ。丸田は被害者女性の身分証明書を、動画に映るように撮影していたりしたんだ。それで被害者が特定され、丸田の逮捕に繋がったんじゃないか、と私は考えているぜ。身分証を写すなんてかなり異常な性癖だね。コレクション感覚だったのかもしれないな。そして丸田の家からは、700錠以上の睡眠薬と、それを砕くためのすり鉢が押収されたんだ。びっくりするほど多いね。もしここで逮捕されなかったら、もっと多くの女性が被害に遭っていただろうな。逮捕されて本当に良かったよ。次は犯人である、丸田圭司郎について解説していくぜ。わかったよ。こんなことをするくらいなら、付き合っている人はいなかったのかな？意外なことにいたようだな。父親に紹介したこともあったんだ。それなのにこんな事件を起こしたんだ？最低だよな。ただ彼の女性への接し方は幼い頃から問題があったようで、小学生の時、ローマ字で書いたラブレターを女の子に渡したり、ずっと付きまとったりしていたそうだぜ。幼い時から問題があったんだね。そして高校生になってもトラブルを起こしていて、他校の女学生にちょっかいを出し、トラブルになったこともあるんだ。詳細はわからなかったがな。ずっと正確に何があったのがわかるね。この事件を起こした丸田を、両親はどう思ってるのかな？父親が取材に答えていて、本当に息子は後悔しています。本当に。もう後悔しても本当に遅いんですけど、申し訳ない気持ちでいっぱいです。なんであんなことしたのか、今となってはわからないって言ってました。と答えているな。何度も同じような犯行をしておいて、後悔してるとは思えないよ。口だけだと思うぜ。お母さんはどう言ってるの？母親は、丸田が高校生の時に他界しているんだ。そして兄弟もいなかったことから、誰か身近にいたら違っていたのかもしれない。というようなことを父親が言ってるんだぜ。お母さんを亡くすのは辛いことだけど、それが事件を起こした原因だとは思えないよ。子供の時から女性関係の問題を起こしているから、生まれつきの性格だろうな。ただ彼は裁判で、母が事件に影響していると思う、と証言しているんだ。一体なんて言ってるの？まず母は私の小さい頃から精神を病んでおり、薬をずっと服用しているような人でした。から始まり、薬が切れると暴れたり、幻覚と会話していたことを話したんだぜ。そして母親が亡くなったことを語り、これが私の事件に影響があると思う。一つは、人とどう関わったらいいのかわからない、と証言しているんだ。お母さんと普通に接することができなかったから、他の人との接し方もわからないって言いたいんだね。だが悪いことをしているのはわかっていたはずだから、言い訳にしか聞こえないぜ。私もそう思うよ。マルタは、一つは、人とどう関わったらいいのかわからないって言ったんだよね。二つ目もあるの？よく気がついたな。二つ目は、愛されたい、と言っている最中に裁判長が、自分で自己分析したんですか？と呆れながら尋ねているぜ。裁判長も聞いてられなかったんだね。マルタはどう答えてるの？私はそう思ってる、と答えているな。信用ならない言葉だね。睡眠薬を使った犯行を行うようになったきっかけはあるのかな？マルタが過去に付き合っていた女性が、睡眠薬を服用していたんだ。そしてマルタ自身もそれを飲んで成功したところ、不安や女性不信が解消されたような感覚になった、と証言しているぜ。それなら自分だけ飲むべきで、相手に飲ませる必要ないよね。それについては、薬を飲ませることで、本音を引き出したかった。自分も相手も開放的になる、というような、よくわからないことを語っているな。本当に意味がわからないよ。異常者の思考すぎるぜ。他に神経内科でもらった薬も、事件を起こした原因だと言っているな。どういうこと？マルタは職場での悩みを病院に相談し、向精神薬を処方されるんだ。その副作用により、仕事に差し障るほど性欲が抑えられなくなったそうだぜ。そんな症状があるのに飲むのをやめなかったんだね。飲むのをやめるとベッドから起き上がれなくなるから、やめられなかった、と言っているが、どこまで本当かわからないな。病院からもらった薬に、責任をなすりつけたいのかもしれないもんね。犯行の動機を語っているなら、やったことは認めてるんだね。最終的にはな、当初はほとんどの事件について否認したり、記憶がない、と主張していたんだ。そうだったんだ？それならどうして認めたの？彼は被告人質問で突然認めたんだが、理由を弁護人に聞かれた時に、記憶が曖昧な部分があり、明確な答えをしていませんでしたが、心が痛み、罪を受け入れようという形になりました。知人夫妻に娘が生まれ、愛しながら育てる様子を嬉しく思うと同時に、大事に育てられた人たちを傷つけてしまったんだなと思い、受け入れを詫びしたいと思うようになりました、と答えているな。気づくのが遅すぎるよ。どうせ逃げ切れないと思い、少しでも反省している姿を見せておこう、と考えたんじゃないかと私は考えているぜ。スマホの動画とか証拠は揃ってるし、その可能性が高そうだね。弁護のしようがないと思うんだけど、弁護側はどんな主張をしたの？幼少期に母親から虐待を受けるなどして女性不信に陥り、他人とどう関わったらいいのか、わからない心理状態にあった、と主張しているな。だが自らの欲望を満たすために犯行に及んだのであって、およそくむべき事情にはなり得ない、と、裁判所は主張を退けているぜ。当然だよね。さらに裁判所は、被害者は多大な精神的苦痛を受け、生活でも大きな支障が生じている。約3年6ヶ月もの間、思いとどまることもなく犯行を繰り返しており、被害者を思う意識やこの種の犯罪への規範意識が鈍まし、常習性が顕著、として、懲役25年を言い渡したんだ。ちゃんと実刑になってよかったよ。ただ出てきた時が怖いよね。出所するのは大体50歳だから、まだ再犯する可能性もあるな。だから、無期懲役でよかったんじゃないか？という声もあるぜ。私もそう思うよ。気持ちはわかるが決まったことだから、更生を願うしかないな。次は、被害者の調書の内容を紹介していくぜ。わかったよ。まず、私の気持ちを考えず、一方的に成功したことは許せない。警察に被害を教えられてから次第に実感が出てきて、夜道が怖くなったり、蕁麻疹が出るようになった、と言っている人がいるんだ。最悪な気持ちだよね。その言い方だと、警察に教えられるまでは知らなかったの？そうだな。マルタの逮捕後、警察から連絡が来て、初めて被害を知ったんだ。ニュースでマルタが逮捕されたのを見て、もしかして私も？と思った人もいそうだね。いるだろうな。本当にかわいそうだよ。他の人はどう言ってるの？学生はすがるような気持ちで OB 訪問をしている。それなのに知らない間に睡眠薬を飲ませて成功するなんて、馬鹿にされているようで悔しい。一体大学生を何だと思っているのか、と言っている人もいるぜ。まともな人間ができることじゃないよね。被害者は事件を忘れられるといいな。少しでも早く立ち直ってほしいな。丸太が逮捕された罪のうちの一つ、準強制性交等についても解説しておくか。わかったよ。まず事件当時は準強制性交等、だった名称は強制性交等罪、と統合され、2023年7月に、不同意性交等罪、になっているんだ。そういえば解説してくれたこともあったね。内容も変わってるんだっけ？いろいろと変わっているぜ。前は脅迫されて行為に応じていたとしても、明確な証拠がないと有罪にならないケースが多かったが、不同意性交等罪では、被害者の証言も証拠になり得るんだ。今回の事件は証拠があってよかったよ。証言だけだと、無罪になっていた可能性もあるからな。他に変わった点はあるの？改正前は10年だった時効が15年になったり、性交同意年齢が、13歳から16歳に変更されたりしているぜ。性交同意年齢は、性交をすることについて、同意する能力があるとみなされる年齢だっけ？よく覚えていたな。つまり16歳未満の人と行為すると、同意の有無に関わらず、不同意性交等罪が適用されるんだぜ。普通は16歳未満の人とそんな関係にならないと思うけど、一応覚えておくよ。どんな刑罰なんだっけ？ 5 年以上の拘禁刑だな。確か懲役刑は刑務作業が義務で、拘禁刑は刑務作業を行わなくてもいいんだよね。その通りだぜ。そして拘禁刑が実施されるのは2025年6月からだから、法律で拘禁刑と定められていても、それまでは懲役、とみなされるんだ。この動画を見ている視聴者さんの時期によっては、もう拘禁刑になっているかもしれないね。じゃあ今回は、元リクルート社員強姦事件と、犯人である、丸田圭司郎について解説してみたぜ。ここまでひどい人がいたなんて驚きだよ。就活アプリを利用するなんて悪質すぎるね。出会い目的で就活生を手助けする人も、一定数いるんだ。そうなの？丸太ほど悪い人間は少ないと思うが、危険な目に遭う可能性はあるから、就活をしている視聴者の皆さんは、十分に気をつけてくれよな。自分の身を守れるのは自分だけだもんね。ということでこのチャンネルでは、こんにちは、ゆっくりレイムです。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日はどんな事件について解説してくれるの？千葉大学の医学部に通うエリートが引き起こした、身勝手すぎる事件についてはどうだ？犯人たちは被害者のことを全く考えず、心に深い傷を負わせたんだぜ。医学部ってことは、将来は医者になるかもしれない人が事件を起こしたんだ？治すどころか人を傷つけた、医学を学ぶ資格がない人たちだな。何があったのか気になる。詳しく教えてよ。それなら今回は、千葉大医学部レイプ事件についてと、犯人である、吉本雅也、山田健介、増田峰と、藤坂雄二の4人について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。これはいつどこで起きた事件なの？ 2016 年9月20日に、千葉県千葉市、中央区にある居酒屋で起きた事件だな。千葉大医学部の実習が終わった学生が、飲み会をしていたんだ。打ち上げってやつだね。犯人と被害者だけが参加していたの？他にも十数人程度が参加していたようだな。被害に遭ったのは同じく学生の女性で、この人のことを今後、A さん、と呼んでいくぜ。わかったよ。まず犯人の一人である山田健介が、白ワインの一気飲み競争を持ちかけたんだ。お酒の一気飲みって危ないよね。急性アルコール中毒で死ぬこともあるから、絶対にしてはいけないぜ。だが居酒屋の店主が、短時間でボトル8本を開けていた。女性はフラフラで危ない状態だと思った、と証言しているんだ。8本。それは異常すぎるよ。初めから酔いつぶすのが目的だったんだろうな。A さんがダウンすると、山田に加えて吉本雅也が解放を装い、女子トイレに連れて行ったんだ。そこで吉本が外に出ていて、と山田に言い、鍵を閉めて行為に及んだんだぜ。行為ってつまり、過激になりすぎるから詳しくは言わないが、そういうことだな。行為後に吉本が、加えてもらった、腹の上に出しちゃった、と語っていたとだけ言っておくぜ。本当に最低だね。鍵を閉めていると言っても、お店のトイレで行為に及ぶなんて大胆すぎるよ。アルコールによりその判断力もなかったのかもな。A さんと吉本がトイレにいる間、山田はどうしていたの？一旦飲み会に戻ってるぜ。そしてしばらくしてトイレに戻った時に、吉本がやったよ、お前もどうだ？と問いかけるんだ。共犯を増やそうとするんだね。実際にやったのかな？山田もその言葉に従い、性的暴行を行っているな。そして同じく飲み会に参加していた藤坂雄二がトイレ近くにやってくると、二人は藤坂にも行為を勧め、体を触ったりするんだぜ。それで問題にしないなんておかしいよ。異常な飲み会だな。この飲み会はいつ終わったのかな？始まってから約5時間後である、0時30分頃だな。A さんは自分で歩くことも困難な状態だったから、吉本、山田に加えて増田峰人が、他の参加者に A さんを家に送っていく、突撃、店を出るんだぜ。まだ終わらないんだ。3人はどうしたの？ A さんをタクシーに乗せて増田の自宅であるマンションの部屋に連れて行き、性的暴行を加えたんだ。聞けば聞くほど最低だね。A さんは大丈夫だったの？犯人たちが寝た隙をついて逃げ出し、病院に行って緊急避妊薬をもらっているな。もし妊娠でもしたら最悪だもんね。どうやって犯人たちは捕まったの？まず A さんの関係者が警察に通報し、事件が発覚するんだぜ。そして2ヶ月後である11月21日に、吉本、山田、増田の3人が、集団強姦致傷容疑で逮捕されるんだ。12月5日には、藤坂が準強制わいせつ容疑で逮捕されるんだぜ。ちゃんと逮捕されてよかったよ。本当にな。全員罪を認めているの？増田と藤坂は罪を認めているんだが、残りの2人、つまり主犯格である吉本と山田は、起訴内容を否認したんだぜ。事件の発端となった2人だよね。一体なんて言っているの？まず吉本は、A さんは酒を飲んでいたが、拒否できない状態ではなかった、という内容の主張をしているんだ。つまり合意の上ってことだな。そんなのなんとでも言えるし、トイレで行為に及ぶのを合意する女性がいるとは思えないんだけど、嘘だと考えていいだろうな。そして山田は、酔っていたことから男性としての機能が使えず、最後までしていない、という内容の主張をしているんだが、これも嘘の可能性が高いな。私も嘘だと思うよ。次は犯人たちについて解説していくぜ。わかったよ。この逮捕された中でも、山田健介が特に世間に注目されたんだ。どうしてなの？まず彼は、神奈川県の名門高校である聖光学院出身だったんだ。2022年の東京大学合格者数が、91人だったといえば名門ぶりがわかるな。それはすごい。そして山田の家族は、法律関係の仕事をしている超エリート一家だったんだぜ。だから注目を集めたんだね。ちなみに警察は最初、逮捕した犯人の実名を発表しなかったんだが、山田容疑者が大物弁護士一家の次男であるため、慎重にならざるを得なかったというのが大きな理由の一つでしょう、と言っている記者もいるんだ。本当にそうなら平等じゃなさすぎるよね。警察は名前を発表しなかった理由を言っているの？被害者女性である A さんの特定につながる可能性があるのと、共犯者の捜査を継続中だったからだとしているな。どっちが真実なのかはわからないが、警察を信じたいところだぜ。家柄で対応が変わるなんて思いたくないもんね。どんな性格だったのかな？健介くんはどこにでもいる、普通の学生という印象しかありません、と近隣住民が言っていたり、責任感が強く、後輩の面倒見もいい、こんなことをするとは思えない、と同級生が証言しているぜ。それだけを聞くと事件を起こすようには思えないね。他にはどんな証言があるの？彼の父親が面会に行った際、息子は顔を真っ赤にし、謝罪しながら対面板に頭を打ちつけていた、と証言しているな。一応反省もしているんだね。いや、その場の雰囲気に流されて他人を傷つけ、自分も傷ついた、とも言っていたようだから、反省をしているかは怪しいな。何その自分も被害者みたいな言い方？自分の家族に対して思うところはあったのかもしれないが、A さんに対しては悪いと思っていないんじゃないか、と私は感じたぜ。そんな気がするよね。父親は他にも何か言っているの？面会に行った時のことに関して、20歳過ぎの男としては幼いし、弱い印象を受けた。父親として分かっていなかった、とも語っているな。成人した人の、責任感がある発言とは思えなかったもんね。他の犯人たちはどんな人だったの？まず吉本雅也も名門高校出身で、成績は校内でもトップクラスで、昔から医者になると公言していました。でもただのガリ勉ではなく、中学時代から彼女もいましたし、運動神経も抜群で、陸上部に所属していました。という証言があるな。今まで紹介してくれた事件では、モテない人が女性を襲う事件が多かったよね。そうじゃないエリートたちが事件を起こすなんてびっくりだよ。女性を人ではなく、物として見ている部分があったからだろうな。そして増田峰人も偏差値が高い高校出身で、小学校の頃から勉強ができて、近所でも秀才一家と評判でした。という証言があるんだぜ。全員子供の時から優秀だったんだね。増田が逮捕された時の、父親の言葉も紹介しておくか。なんて言っているの？当初から被害者の方に謝罪をしたいと思っているのですが、それが叶っていないというのが状況です。ご本人様のご心情なりご家族の方も含めて受けた傷を考えると、同じ親として申し訳ない気持ちでいっぱいです。とにかくお詫びすることしかできない。それがやらなくてはいけない、最初のことだと思っています。と語っているんだぜ。期待していたはずの息子が急にこんな事件を起こしたんだし、親もびっくりだよね。残りの犯人、藤坂雄二はどんな人なの？彼に関しては、調べてもほとんど情報がなくわからなかったんだ。他の3人に比べ、罪が軽いことも影響しているのかもしれないな。藤坂はお店でわいせつ行為をしただけで、家には行っていないんだったね。みんなどうしてこんなことをしたんだろう？犯人たちはそれぞれ、酒に酔った勢い、だと証言しているな。どれだけ酔っていたとしても、やっていいことと悪いことがあるよね。その通りだぜ。そして、まさか逮捕されるとは思っていなかった。とも証言しているんだ。逮捕されるに決まってるじゃん。こんな人たちが医学部だったなんて怖すぎるよ。悪徳医者になっていたかもしれないな。ついでに彼らと同じ大学の医学部に通う、学生の言葉も紹介しておくか。なんて言ってるの？実習期間中は各病院と自宅を往復する毎日で、朝早くから夜遅い時間まで課題は山積み。自宅でもレポートを書かなければならない。彼らは実習が終わって緊張感から解放されて、酒を飲んでハメを外しすぎたんでしょうね、と語っているな。そんなに忙しいんだ。ハメを外したくなる気持ちもわかるけど、やり方は選ばないとダメだよね。健全な遊びをして欲しかったな。裁判はどうなったの？まず山田健介に対し裁判所は、女性の人格を無視する態度が顕著で、動機に組むべき余地があるとは言えない、と指摘したんだが、反省の態度を示し、父親が社会復帰後の監督を制約している。そして計画性がなく状況に流された、とし、懲役5年だった求刑に対して、懲役3年の実刑判決が言い渡されたんだぜ。少し軽くなったんだね。ちなみに山田は控訴しているんだが棄却され、上告もしているんだ。控訴するなら反省してないじゃん。上告はどうなったの？調べても終わったという情報は出なかったから、まだ続いているはずだぜ。棄却されるだろうな。今更覆るとは思えないよね。次は吉本雅也について裁判所は、経緯や動機に組むべき事情はない。悪質な犯行で被害者の精神的苦痛が大きく、厳重な処罰を望んでいる。今回の事件で起訴された関係者の中で、刑事責任が最も重い、ことを挙げたんだ。この人が最初に行動に移していたもんね。そして、30万円の贖罪寄付をしていること、父親が社会復帰後の監督を制約していること、などが考慮され、懲役6年に対し、4年の実刑判決が言い渡されたんだぜ。やっぱり山田よりは重くなったんだね。控訴はしているの？控訴しているが棄却され、上告をしているな。この裁判の結果もまだのようだぜ。上告も棄却されそうだね。次は増田峰人について裁判所は、酩酊している A さんが拒絶発言をしていたのに行為に及んだことを非難したんだが、同様の犯罪と比較し、特に悪質とまでは言えないとしたんだ。そして A さんは急性外傷性ストレス障害の診断を受けているんだが、それは増田が行為に及ぶ前の、二人の行為による影響が多いとも判断したんだぜ。お店では行為をしていなかったからだね。そして計画性がないこと、被害者に謝罪文を書き、一定の額を払っていることが考慮され、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されたんだ。執行猶予がついたんだ？家で行為に及んだのには変わらないんだし、少し納得がいかないよ。私もそう思うが決まったことだから、心から反省していると願うのみだな。最後は藤坂雄二について裁判所は、増田と同じく、同様の犯罪と比較して必要と言えないこと。A さんのストレス障害は、他の男性の要因が大きいこと。自ら率先してわいせつ行為をしたわけではないことが指摘され、懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されたんだぜ。刑務所に入らなくてもちゃんと反省してほしいね。ちなみに増田と藤坂は控訴せず、この判決で確定しているんだ。執行猶予がついているもんね。じゃあ今回は、千葉大医学部レイプ事件と、犯人たちについて解説してみたぜ。犯人は千葉大学の学生だったんだよね。学校にはいられないと思うんだけど、どうなったの？正確に言うと、吉本雅也、山田健介、増田峰人が学生で、藤坂雄二は研修生だな。藤坂は懲戒解雇になり、残りの3人は法学処分になっているぜ。法学？退学じゃなくて？法学処分は学籍を抹消するという処分だから、入学もしていなかったことになるんだ。退学よりも重い処分だぜ。そうだったんだ。やったことを考えると当然の報いだ。こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ぷはー、仕事の後の冷えた一杯は美味しいわね。何杯でも飲めそうだわ。なんだレ夢ム、酒でも飲んでるのか？違うわよ。喉がカラカラだったから、氷水をぐいっとね。なるほど、てっきり強いお酒でも、ガブ飲みしてるのかと肝が冷えたんだぜ。喉が渇いているところにお酒をガブ飲みしたら、効きすぎてぶっ倒れちゃうわよ。まさにその通り、アルコールは怖いんだぜ。最近でも、断れない状態で飲酒を強要されて、そのまま帰らぬ人になった悲しい事件があったんだ。何それ、無理やり飲まされたってこと？どうしてそうなったのか詳しく教えてほしいわ。それじゃあ今日は、名古屋テキーラ32杯死亡事件を解説するぜ。それではゆっくりしていってねー。さて、早速だが霊夢はテキーラという酒のことは知っているか？テキーラ？詳しくはあまり知らないけど、とっても強いお酒というイメージがあるわ。そのイメージは合っているぜ。テキーラはメキシコのユーゼツランという植物から作られる蒸留酒でな。メキシコの法律の条件をクリアしたもののみ、テキーラという名前で販売できるものなんだぜ。度数は 35% から 55% で、非常に強い酒だな。ワインの度数がだいたい 12%、日本酒の度数がだいたい 15%。同じ蒸留酒の焼酎でも 25% から 35% だから、テキーラの度数はかなり高いわね。そんな度数の強いアルコールを32杯も飲ませるという悪用があったんだ。事件があったのは、2023年5月7日のこと。とある人物が25歳の女性に名古屋市の飲食店で、度数40度のテキーラを32杯も飲まされた上に、泥酔した女性をタクシーに乗せ、性的な目的のためにホテルに連れ込んだんだ。うわ、卑劣なことしてるわね。しかし、女性が重篤な状態だったため行為は断念し、意識不明で危険な状態であることを知りながら、ホテルを立ち去っているんだぜ。愛知県警は、わいせつ目的略取と保護責任者遺棄罪の容疑で、2023年5月12日に、42歳の板谷博樹を逮捕したんだぜ。そんな真似する奴は逮捕されて当然よ。この事件、実は続きがある。泥酔させられた女性は救急搬送されていて、意識不明の状態が続いていたんだ。だが、1ヶ月半後の6月21日に急性アルコール中毒による低酸素脳症で、帰らぬ人となってしまったんだ。そんな、これを重く見た名古屋地検は、板谷がテキーラを32杯も飲ませたこと、被害者女性の死亡に因果関係があるとして、起訴内容を見直し、準強制性交致死に変更するように請求しているんだぜ。これは心神喪失や、抵抗できなくした状態で、わいせつ行為をする犯罪に適用されるぞ。無抵抗にした上で、あれやこれやしようとした犯罪に適用される罪なのね。非道な犯罪があったのは分かったけど、どうして女性はたくさんお酒を飲んでしまったのかしら。それに関しては、加害者である板谷の人となりを見ることで知ることができるから、その破天荒ぶりを次に紹介していくぜ。さて、この板谷は、インスタグラムをやっていて、その日常を写真や動画を伴いながらアップしていた。だが、その内容は決して褒められたものではなく、日々の悪用を悪びれることなく公開していたんだ。本人が酒やクザと名乗っているほど、酒びたりの日々が記録されていたんだぜ。もう、その紹介だけで、まともじゃないのが伝わってくるわ。鍛えると称して強いお酒を同席者に飲ませたり、自分でも体を顧みることなく日常的に飲んでいた。インスタグラムのコメントでは、最近飲み出すと確実に12時間以上飲み続けているから正直悔やむことしばし、などと。書き込んでいるから相当酒好きなんだとは思うが、42歳でこの飲み方は大人げないぜ。お酒は飲んでも飲まれるなっていうのは、こういうことだって体現した人なのね。飲み方もそうだけど、かなりお金遣いも荒そうだわ。実はこの板谷、2019年だけで3度逮捕されている前歴の持ち主で、盗みの目的でマンションに侵入したり、偽造された商品券を金券ショップに持ち込んだり、そういった犯罪で逮捕されても反省の色はなく、懲りて足を洗うことはなかったようなんだ。酒に入り浸る資金源は、そういった出所が悪い金を使用してたのではと言われている。酒を飲むためなら、犯罪も厭わないとは。なんて格好の悪い大人なのかしらね。それでいて背筋主義者の一面をインスタグラムでひけらかしていて、貨幣とは鋳造された自由である、自由すなわち貨幣。名声はすぐに蒸発し、人気は事故のようなもので富は羽をつけて飛んでいく。いつも残り続けるのは人格だけだろ？などと、いろいろ勘違いしていそうな痛々しいコメントも残しているぜ。1年で3回逮捕される人間の人格なんて、本当にたかが知れてるんだよな。でも、こういう悪くて強い男を気取っている奴に惹かれる女性っていうのはいるもんだぜ。板谷のインスタには、こわ表の男たちや綺麗な女性を引き連れて、夜の街を遊び歩く姿が何度も投稿されているんだ。その飲み方もただ普通に楽しく飲んでちょっと騒ぐような可愛いものじゃない。シャンパンをグラスで一気飲みは当たり前で、知人男性には瓶2本を立て続けに飲ませていたぜ。シャンパンって 11% ぐらいあるのよ。それを瓶で2本立て続けなんてひっくり返るわ。手に取りやすいビールや缶チューハイが 5% ぐらいのものが多いことを考えると、11% のシャンパン瓶2本一気飲みの恐ろしさがわかるだろう。ちなみに本人も氷が入ったシャンパンクーラーにドンペリニオンを流し込んで一気飲みしている。急性アルコール中毒になる可能性もあるから、皆さんは絶対真似しちゃダメなんだぜ。物理的にも、よく飲めるわねそんなに。どう考えても異常だわ、聞いてるだけで悪酔いしそうよ。このような異常な行為は、同行した女性にも容赦なく強要されたぜ。シャンパンをボトルで一気飲みさせたり、ロックグラスに注がれた度数 30% ほどのリキュールを、現役のまま死刑と称して飲み干させたりしていたようだ。酒やクザを名乗るだけはあるわね。こんなのお酒を作った人にも失礼だわ。ただでさえお酒は自分のペースが大事なのに、そんな飲み方を強要されたら倒れてしまうわよ。実際、飲み会の最後には致死類類の惨状だったようでな。最後の最後まで生き残っている人のなんと少ないことか。鍛え直したらなかんか、真剣、などと、悪いタイプの体育会系の見本みたいなことをインスタ上でもコメントしているな。根性論とか、鍛えればどうにかなるとか、そういう話じゃないんだよな。霊夢が言うように、お酒の飲める量というのはたくさん飲めば鍛えられるというものではないぜ。遺伝的な体質もあるし、飲める体質の人でも年齢で変わることもある。その日の体調にも左右されるし、何をどう飲むかでも変わるからな。アルコールは体にとって毒だということを忘れてはいけないぜ。板屋の周りでは、いつでも起こりうる事件だったように感じるわね。でもどうしてこんなひどい生活をしている飲み会にいつも参加者がいたのかしら？それは板屋が声をかければ長谷さんじる輩がたくさんいたということが原因だな。若い頃の彼がどんな人物だったのか、さらに掘り下げよう。板屋は名古屋でも有名な珍相談である、特命会という組織の元総長だったんだぜ。かなり凶暴な男であると知れ渡っていて、犯罪を繰り返す半グレ集団のボス格だったわけだ。20代の頃から強盗や窃盗でやりたい放題。店のガラスをバールで割ってこじ開けて、窃盗をするなんてこともあったようだぜ。うわぁ、もうこの時点でどうしようもない悪だわ。悪いことしてる自分かっこいいって勘違いしてるタイプだったのね。最盛期の頃ともなると珍相談仲間と共に、約5000件にも及ぶ、窃盗や強盗の容疑をかけられて逮捕されていたぜ。だが捕まった程度では懲りることもなく、その後も窃盗、暴行や恐喝未遂で何度もお縄になっている。約5000件って、毎日どんな生活していたらそんな数字を叩き出せるっていうのよ。まったく、酒に取り憑かれた悪魔って感じね。珍相談の元総長だけあって板屋は顔が広く、声をかければ寄ってくる人が多かった。だから、いつでも彼の周りには人がたくさんいたんだぜ。だが、被害者と言える人物はきっとその分いただろう。何せ彼の飲み会では、記憶を飛ばす人物が出るのは日常茶飯事だったんだから。記憶が飛ぶほど飲むって、本当によほどのことよ。皆さんもそんな飲み方は控えてほしいわ。私との約束ね。酒で懲りたことがある人は、参考にコメントしてほしいぜ。板屋が行っていた行為は、アルコールハラスメントにも該当する、飲酒に関しての人権侵害ということだな。最近ではアルハラと言われる略称もだいぶ有名になってきたと思うぜ。ノンアルコールのビールやカクテルも品数も増えて味も良くなってきたから、飲み会の環境がだいぶ変わってきたんじゃないかな。そうね、飲み会の時の一杯目が、とりあえず全員生ビールでってことも、最近ではかなり少なくなってきたわね。お酒の席をみんなで楽しむための守るべきマナーが存在してるのは、飲み会の席に参加している全員の命を守るためでもあるんだぜ。今回紹介した板屋は、その禁を犯した最たるものだぜ。本来嗜好品であるもので、人の命が消えてしまうなんてあってはならないことだ。ちなみにアルハラには、どんな行為があるのかしら？一気飲み防止連絡協議会が、アルハラの定義5項目を示しているぜ。一つ、飲酒の強要。上下関係や罰ゲームなどで飲まざるを得ない状況に追い込むこと。二つ、一気飲ませ。一気飲みや早飲み競争で場を盛り上げようとすること。三つ、意図的に酔いつぶし。酔いつぶすことを意図した飲み会は殺害行為に該当するぜ。四つ、飲めない人への配慮を欠く。飲めない人をからかう、体質を考慮せずに飲酒を勧めることだな。5つ、酔った上での迷惑行為。酔いを言い訳に暴力、セクハラ、悪ふざけ等をすることだぜ。板屋、物の見事にオールコンプリートで笑えないわね。ちなみに、以下の項目に思い当たる人がいたらアルハラをしている可能性があるぜ。練習すればアルコールには強くなれる。吐いてしまう人のためにバケツを用意する。先輩から注がれたら断るのは NG。みんなで一緒に酔えば絆が生まれる。飲み会はちょっとぐらい無理してこそ楽しいもの。ソフトドリンクなんて言語道断。酔ってる時に手が出るのは仕方ない。女性はお酌するのが当たり前。未成年でもちょっとぐらいなら平気。イッチコールの持ちネタが3つ以上ある。体質的に飲めない人なんて、いるわけない。男だったら飲めて当然だ。異常だぜ。いたや、こっちも全部思い当たりそう。もはや彼のために設定されたんじゃないかと思わせられるほど合致していて怖いな。だが、この項目は1992年に作られたものだから、彼の事件よりずっと前からあるんだ。悲しいことにこういった考えの人は、今もとても多いということだな。板谷は極端だったとしても、飲み会の席ではこういった考えが横行していて、危険にさらされている人が、残念ながらいるということだぜ。皆さんも、飲めない人にお酒を勧めることのないようにね。また国の法律でも、過度な飲酒が及ぼす害を規制しているぜ。昭和36年に制定された、酒によって公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律だ。これは、過度の飲酒が個人や社会に及ぼす害を規制するもので、すべての国民は、飲酒を強要するなどの悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない、と定めている。法律でも、無理やりお酒を勧めることは禁止されているということなのね。アルコール類は自分のペースで飲まないと大変なことになる。まだ飲酒に慣れていない若い世代に、酒豪自慢や無理強いして飲ませるのではなく、節度ある飲み方を伝授することこそ、大人の役割だと思うぜ。昨今では若い世代のお酒離れが続いていると聞くが、こういったアルコールのハラスメントも大きく関わっていると思うな。アルコールに弱い人も、断ることもちゃんと権利なんだから、飲めないという勇気を持つことも大切よ。さて、今回は名古屋テキーラ32杯死亡事件を解説したけどどうだった？そうね、お酒は身近にあるものだけど、節度を超えると恐ろしい毒になってしまうことが分かったわ。その通りだな。途中で少し話を出した一期飲み防止連絡協議会は、一期飲ませでお子さんを失ったご遺族を中心とした連絡会なんだ。お酒の一期飲ませで命が奪われる事件は、二度と起こってほしくないというのが、連絡会の長年の願いなんだぜ。自分が被害者、加害者にもならないためにもお酒は節度を持って楽しみましょうね。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。